おけけのしわとしわを合わせておけしおけしのこけしやはら皆さんこんにちはみんなですはい本日はこちらサムスンギャラクシー S23 ウルトラ言えましたはいこちらをレビューしたいと思います今なんかおかしかったよねはい気持ちいいです しーもねたしーもねたしーもねた気にせずお,おけけとおけけ合わしたんだここのおけけ合わしたんだあれそうですねだってけとけのここ合わされるよけどってる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 こええだってけないやん あとここの話を。あそこね。まばたき。怒んなくていいじゃん。早くやるな。泣くよ。早くやるな。早くやるな。こうやって僕はいつも怒られているんで。事故しとくじゃん。え、ファーストインプです。もう昨日届いたばっかです。いじり倒してファーストインプです。喜んでたよね。え、これスマホです。久々の。僕はあのもうね、ツイッターでもどこでも公言してますけど。 オーディオ製品何買っても何にも上がらないし何とも思わないですけどガジェットは上がります。<laughs> だってオーディオ仕事道具なんでね、うん、来たところ撮って冷静にレビューするだけなので、うん、だガジェットはね楽しいですね。しかも僕アップルファンでもアップル信者じゃない,ないですからね <laughs> あの iPhone はあの動画撮影のためと Mac 使ってるからってだけで、うん、あのちゃんと Android もずっと使ってますからね。うん なので、<laughs> こちら。まあね、もう、Pixel 7A とか、えっ、ー、と、Expedia 1, 5とか、発表されましたが、えー、大体、あと、シャープの R8 と Pro かな。まあ、職業柄、大体いい知ってたんで、こっち買ってます。 その理由は多分ファーストインプで分かると思いますが。こちらね、もうみんなね、ね、ね発売マイクと発売した時にね、あの、グローバル版とか、キャリアが出る前に買った人たちがレビューしてるんで、まあ、細かいことは言いませんが、えー、っと、一応ね、スナップドラゴン8 Gen2 のモバイルプラットフォーム4ギャラクシーっていうね、最新のスナドラの8の Gen2 を、 このギャラクシー専用にカスタマイズした SOC を積んでて、で、まあ一応ザラッと言うと、インカメが、みやびちゃん大事なインカメ、はい、12メガピクセル1200万画素です。うん、で、超広角、今回ね、あの,のね、クワッドカメラなんですけどね、超広角が12メガピクセル1200万画素。そしてメインカメラになる広角、なんと2億画素です。ほ で、高額3倍ズーム望遠レンズが10メガピクセル1000万画素ですね。で、高額10倍ズーム望遠が、これも10メガピクセル1000万画素となっておりますが、まあね。ほら、あれか今 CM <ん>ってるから。そう,そうそうそう。それちょうだいそう。いいやー。そうそうそう。それそれ。<laughs> それか。それそれ。まあね。これ、ちょっとね。 保護フィルム失敗しちゃって、これ指紋認証効かないっていう、えー。ええ。ほら、ほら、ほら、ほら。意味なーい。これね、あの、フィルム選びますんで、気をつけてください。必ずレビューとかで指紋認証できたって書いてあるやつ使ってください。純正高いんで。でもこれ顔認証なんですけど、俺マスクかぶってるんで。<laughs> えっと、顔認証もできるんですが。えー、こちらね、こんな感じで。面白い。なんかここ空間空ってるんだよ。うん、指紋認証のとこだけ。でね、あのー、 6.8インチとでかいんですけど、前ね、あの、なんだろう、ネクサスセブンっていう7インチのタブレットが大爆発人気だったんですけど、それに0.2インチしか変わらないところまでスマホが来てしまったっていう。ちょっとね、持ってもね、あのね、iPhone14 Pro Max の方が重く感じるんですよね。軽い。薄いし軽く感じるのね、これね。iPhone14。 こっちがずっしりくんだよね、うん、来る、えー、<で>軽え。の、あ、でかいの僕は、これねえっと僕は au 版買ってます、うん、理由はドコモを買うとドコモってあのクソ出しいロゴがこれ,れ。えー、なんで au 分かってるから入れないんですよ、うん、ドコモって入ってくるダサいね最悪でしょ、うん、うね。で、えっと別に au はですね、うん ジェットブラックという色でですね、オンラインストア限定で、まあ iPhone とかに多分合わせるためなんですけど、うん、あのマイクロ SD 使えないんで、うん、これ256ギガなんですけど、512と1テラが買えるように、ドコモではどっちが512かな、1テラかな、ちょっとわかんないですけど、オンラインストア限定で買えるんですけど、僕はそんなにいらないので、うんえ、しかも20万超えてくるので、うん、iPhone と一緒で。 256にしてますで大好きなグリーンです。ねなんか一瞬グレーかと思ったけどグリーンなんですね。でこれねまずスナドラ 8GEN2 のガルギャラクシーに最適化された SOC がとてもいいです。処理速度もベンチマークもアホみたいなあのスコア出してるのね他のチャンネルでやってますけどあのもうね本当にねぬるさくなんですよ。 もう,もうこうやってねこれ何だろううーんとおおでもほんとだほんとねもうねぬるさくでね何やってもぬるさくなんですけど何曲もよくわかんないけど押してみるトップニュースもう早いっす早いねぬるさくですもうほんとにこれは,これはも,うもうハイエンドなんで当たり前なんですけどまああとね処理速度は最高なんですけど、うん なんでこれにしたかって、事前に分かってたんでこれにして、使ってみてもっとびっくりしたんですけど、バッテリーの持ちがとてもいいです。えー、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro Max と比べても、ほぼ違いがないです。うん、僕の使い方なら多分ね、充電しなくてもね、3日持つね。下手すれば4日持つね。ほぼスマホ使わないからね。 本当にバッテリー持ちます。うんうん、だから今までのアンドロイドハイエンドのスマホはもうすぐバッテリーなくなるっていうね感じだったのを過去のものにしてアップルに完全に追いついてます。うん、ただ9月に15が発表される発売されるんでまたそこで iPhone が引き離すと思うんですけどうん、うん、まあそこすごいなとあとねリフレッシュレートもですね iPhone 14 Pro Max とか Pro はですね、10Hz から 120Hz なんですよ。最高120で一緒なんですけど、まあ、ゲーマーとか換気する120なんですけど、10からなんですね。iPhone は。こちら、1から120なんで、えー、えっとね、1秒に1回しか画面書き換えてないってこういう場合、iPhone 10回書き換えちゃうんですけど、それで多分バッテリーをもうさらに持たせようというですね。 で、脅威のバッテリーセーブ機能もつけてますという感じで、1から 120Hz まで可変です。で、まあ皆さんが一番気になるカメラなんですが、まあサクレーと呼べる作例は撮ってないんで出さないかもしれないですけど、まあ今みやびちゃんをポートレートモードで撮っちゃおうかな。うダンモードしちゃおうかな。っね、えー、っと、まずは1倍で。ちょっと背景がよろしくないな。せーの。 で、この音で倍で、でこれ日本のね、スマホは音でかいですからね。3倍離れないきゃいけないんだよね。まあ、これ、作例であげとくかもしれないですけど。まあ、かわいい、漏れた。うん、どうですかね。取、えー、り直しさせられるんですかね、本番で、ね。続けて。えっと、ギャラリーどこ行ったんですかね。えっ、ー、と、ギャラリー。えー、こちらとこちらです。うん、いいんじゃないいいですか。うん 許可が出たのです。でね、この気になるカメラ、画質はですね、iPhone 14 Pro とか Max と同等なんですが、えっと、絵の傾向がね、iPhone の方がプロ寄りっていうか、プロ好みの自然な描写をしてくるのに対して、S23 Ultra は SN、SNS 映えする描写になります。なので、料理とかね、景色とか撮った時に、 まあ、いわゆるサイド高め色がはっきりくっきり出る絵になるので、えー、食事写メでは飯マ写メになります、うん、iPhone ってさリアルに撮るからさ結構飯マじゃない、ね、うん、うん、これ飯マになりますサラダとかね肉とかねただそれがプロから見ると不自然だってなる a p アップルはやっぱプロってついたらプロが使うためってやるからやっぱプロでプロカメラマンとかも,もう何人もアップル呼んだり入れたりして がっていうか絵を出してくるんですけど、うん、これはもう一般受けする、うん、もうインスタ映えとか SNS 映えする写真が撮れるようになっております。うん、であとねこれ iPhone にねずーっと搭載されるって言われ続けてて搭載されないね天体撮れるんですよお星様を。うんうん で、天体ハイパーラップスかなハイパープラスハイパーラップスだよねもうついてて、星空のこういうね、ちょっと画面、作例じゃなくて、あの、サムスンのメーカーの出すと思いますけど、撮ってないんで、曇ってたんで、昨日、うん、撮ろうと思ったら曇って,て月も撮れなかったんで、あの、星空のこういう流れてる写真あるじゃん。あれが撮れるんですよ。うん 普通あれ撮るにはあのプロカメラマンがすげえ機材とか天球儀とか持ってこうやって,って撮んなきゃいけないんだけどこれ撮れちゃうんですね。すごいねであとね何だろうあと2億画素はあるのでトリミングが楽僕トリミングってしないんですけどあの普通の人が例えば2億画素で撮っておいてあとからここだけ使うってやった時に2億画素もあるんで普通に使える、うん だから、このニュ二ク画素の威力はすごいです。あとね、月の撮影機能もあるんですよね。これね、100倍まで行くんですよ。100倍ってもう ?100 倍でね、月取れるの。これは取らないけど、これほら、100ってあるでしょ。ほんとだ。100倍にするとね、ここに、場所わかんなくなるから、かここ今撮ってますよって、これハードディスクの裏撮ってるけど。<laughs> これで月取れちゃうんだけど。すごい。今ね、映像がっちったからも、もう映像を狙ってみるけど。 えーっとどこだここ,ここにいるのが一体化してるから見えない,えないだからこれねスパイカメラになっちゃうんだよねもういやすごいね昨日ね夜なんだけどね、あのー、すげえ先にマンションあるじゃん、うん、あそこより向こうのうん、うん、それのね廊下の電球です、えー、俺の部屋からただ普通に100倍ズームで撮いちゃうからやばい時代っすよね本当にねこれとこれ 結構あれじゃないですかね。これからフラッシュとかフライデーとかの人たちが暗いとこ行けちゃうんで。やばいんじゃない結構カメラなしに、だって怪しまれないじゃん。うん、これだけ持ってさ、なんか結構遠くにいるカップルタレントとかさ、うん、人気ユーチューバーえ、わかんないね。わかんないよ絶対。うん、音も聞こえないし。え、ちょっとやだね。危険。そういう使い方やめましょう。はい <laughs> あとですね、アップルローに対抗して、エキスパートローっていうロー撮影もできるんで、エキスパートローで50メガの撮影可能になるので、で、これもね、天体撮影でも魅力発揮するし、最大9枚を合成する多重露出撮影もできて、現像もすごい楽になるので、まぁ、あ、50メガピクセルなんで、ワンファイル50メガぐらいね、当然。でっかいファイルになっちゃう。アップルローもそうですけど、ロー撮影もできるんで、うん、え、とてもいいです。なので、 あの、正直カメラはね、iPhone よりできることが圧倒的に多くて、いろいろ遊べて、アイデア次第では面白いことがたくさんできちゃうので、楽しいと思います。ね、で、持った感じもほんと、はい。決体に使ってていいよ。えっとね、グリップもしやすいし、画面もね、これそうなんです。画面がスクエアなんですね。これ YouTube とかね、アニメ見ればわかるんですけど、あの、YouTube はここですね。 見ればわかるんですけど、あのアイフォンって角丸くなってるんで、角削れちゃうのよ。<ー>ね、確かに。ねこれ全部フルで、例えばこれこうやって音出ないよね今ね。うん、こうやほら。おお本当だー。フルで来るから、で画質いいんですよ。でか。でかいでしょ。おお<ー>。やってね。 結構動画とかね、グリップもしやすいし、画面がスクエアで角が丸くないんで、動画とかでも四隅まで蹴られないで、すべて見られて iPhone より楽しめます。これなんかいいな、見事ある。うん。でね、漫画も読んでみたんですけど、今立ち上げますね、じゃあ漫画,、はい、漫画。漫画。漫画。漫画も一ページずつなら普通に読めます。これめっちゃ綺麗だね。うん。普通に読めます。これは青足かなこれは青足ですね。 あの見開きは無理ですけどあの1ページずつなら全然読めちゃいますこれ映さないでね著作権の問題あるから、うん、あこっちこれこれ以上でもそれだとさ1ページ同時に見れない、まあ、なのでね漫画あとね雅がハマってる縦読み漫画だったら余裕ですうん確かに、はい、でだから読書もいけますギリギリもうね7日近いんで だから出先とかで例えばイオシス行ってね混んでてね待たなきゃっていう時に漫画を読んで時間潰すとかっていうのは全然使えるんでだねいいっすねで映画もねアマゾンプライムで1本見てみました昨日、うん、画質も綺麗だしねあとね音声がいないな意外にもねサラウンド感あってねあの音やセリフもちゃんと。 右で喋ってる人、左で喋ってる人、ちゃんとそっから聞こえるし、パトカーとかがヒューンって聞くとヒューンってなるし。えー、ちゃんと指向性がちゃんとしてたので、意外に、ああ、ちゃんとしてんじゃん。スマホでうん。すごっまあ意外に良かったです。で音楽は iPhone の方が低域出てます。うん、ちょっと低域足りない感じですけど、うんうん、まあ僕はスマホでは音楽聴かないので、ただスマホで音楽聴く人はまあ十分な音質はしてるとは思います。 ただスマホで音楽を聴くのはやめてください。お願いします。頼みます。お願いですから。<laughs> あのプロミュージシャンとして代表してはしせてもらいますけど、やめましょう。<laughs> もうあの、もうダイソーの安いワイヤレスでもいいから、あの完全は安い i イヤ o n ンでもいいから、そっちで聴いてください。<laughs> スマホで聴くより音いいんで。えー、まあね、そんなことで。で、あとね、動画撮影機能はね、正直ね、あの iPhone と遜色ないかそれ以上です。 手ブレ補正も十分に iPhone と負けず効くし、暗い場所で結構撮れます。で、さらにこいつね、8K30fps ってね、あの、誰が使うんだよっていう、8K いけるんですね。ただ、8K30fps の撮影は、あの、暗いところでは無理です。うんうん、ブースト機能がなくて、それ以外だとブースト機能があって、暗いところも明るくしてくれるんだけど、これはしてくれないんで、8K の時は。まあ、撮る人いないと思うけど、8K とか。まあね。<laughs> まあ、 明るさは必要でした。で、地味に嬉しいのはですね、これもね、やっぱサムスン世界でアップルと競い合ってるから、まあアップルのパソコン使って作ってるんですけど、アップルに負けるな、追いつけ追い越せでやってるんで、えー、こちら。確か S21 か20ぐらいから採用になったんですけど、アップルってさ、iPhone、 5年間面倒見てくれるじゃないですか。うんうん、セキュリティアップデートとか OS のアップデートとか。うん、こちらもそれに対抗して5年間のアップデートサポートが保証されています。なので Apple と同じで5年間は使えます。うんうん、だから古い機種を見捨てないところも Apple にやっぱ追いつけ追い越せな姿勢でいいなと。うん、5年間は見捨てませんよっていう。うんうん、ちゃんとアップデートしていくし、セキュリティもやりありますし、OS も上げてきますよっていう。 ちゃんとそそこららがね素晴らしいそれとかはねねやっぱ、ね、他のメーカーってさ1年1年で切ってっちゃったりとかさ、うん、突然終わったりとかするからそこはやっぱアップル見習って、うん、サムスンみたいに他も5年やります5年やりますってやってほしいですね、うん、そうすると価格上がりますけどね、うん、安いとかはしょうがないんですよただサポートをそうやってしていくっていうとそこにコストかかるんで価格は上がりますそれ含めての価格ですからあとサムスンはアップルと同じブランディング展開 ね、ずっと、まあ、お店は出してないですけど、あんまり、アップルスターみたいな。CM がアップルそっくりじゃないですか、うん、クオリティが。うん、そうやってね、ブランディングとかそっちにも金かけてるんで、当然値段は高いです。うん、そういうのが乗ってきて価格決まるんで。うん、でね、あとね、まあ、たった1日だけですけど、もう本当朝の5時ぐらい目使い倒してたんで、まあだからね、ツイッターとかも、そういえばさ、俺さ、アンドロイド版のツイッターってわかんないんだよ、これ。 さあ、あのおすすめじゃなくて、最新のツイートを順に表示するのどうやるんですかえわかんない。ね。よくわかんないんだよね。それ、あんのツイッターの機能。スマホでツイッターやんねえから。まあ、パソコン版のツイッターって、最新か、あの、おすすめかに切り替えられるん、ね、で、俺いつも最新にしてんだけど。このフォロー中っていうのは、フォローしてる人だけでしょ、うん んね、よくわかんないけど、ま調べます。私もツイッター全然わかんない。ツイッターとかね、スマホであんまやんないからね、君もね。君、君、こはようとね。あの。ロケ弁か。ロケ弁と。あと、玉の文句と。玉の文句って、たなんかさ、印象悪いんだけど。玉の文句よ。文句じゃない、もの申して。んこんなことがあったんだけど。もの申して。あとは、あの。ね、レビュー動画の告知しかしないので。玉ねじ通り。 なので、ね、まあこの人はインスタメインなんで皆さんインスタ見た方がいいですよ、うん、基本インスタインスタ見た方がいいですね、うん、ストーリーも突然更新突然バーってやったりしなかったり <laughs> あのチェックしてないと見れないでそうですストーリー24時間で消えちゃうんで、うん、でねまあ1日なんでまたやると思いますけど、うん、えっとこちらまあ買った理由の最大の理由を最後に取ってありますそれは メモマの僕。うん。なんとここに S ペンが内蔵されている。だからか、なんかこのケースずっとさ、何この棒と思ったんだよね。ちょっとですね。こう、こう、こう。これね。あ画面の大きさ、好きに変えられるんで。えっ、ー、と、ここにね、もう。へーメモかけちゃっやりたい、やりたい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と。ちょっとね、大きさが。 よろしくないねあ、無限スクロールしなきゃえー、っとこれでえー、っと変えれるんだ大きさもねなんか表示がおかしくなってますけど全画面じゃない今の全画面でもいかないんでどうぞ皆さんに見せられるやつなんかカメラになったんだけど ね、あこれだねノートそういうですあサイン書いてるぬるぬるいきすぎてすごい逆にぬるっとめっちゃ行くあ、これはねあのカバーフィルムがそういうぬるぬるああ<ー>こうこれ書きますあのすぐあとねすごいのがですね面白いすごいのがですね今画面消えてる状態じゃないですか、うん、抜きますやべメモしたい 書けちゃう、えー、突然のメモもロック解除せずにこのまま書いてで保存できちゃう、えー、これでもうメモ保存されてるんですああれしなきゃ強っこれねギャラクシーノートの時からある機能なんでギャラクシーノートもねほぼ使ってきてるんで、うん、それがね統合されて S シリーズになって統合されてるんで最近のあメモしなきゃ 書けるもうもう書ける書ける <laughs> はい見せてくださいやっ、<laughs> ハローだっけでこれどうなのわ,わかんないわかんない保存保存して保存 <laughs> はいおお楽しいでもう本当メモに関してはスス様あとねこのねペン使ってねカメラのシャッター切ったりねこうやってね操作できていっちゃうんですけど<ー>それは僕は使わないので、うん、いいんですけど まあ、この S ペンがね、まあ僕、Galaxy Z Fold 4使ってました。えー、あれね、S ペン別売でね、ケースに入れなきゃいけなくて、で、ケースごつすぎて、ペン使うのがね、苦痛だったんですよ。だからこれはね、本体内蔵なんで、すぐに、もう本当に、あ、って思いついた時に、ポンってやって、ピッてやって、えっと、喋るネタを例えばね、Galaxy 喋るとかこう書いたり、ギャラクシーを使っている時に思いついたことを書いていって、で、いけるので、ポストイット使う頻度が昨日から減ってます。普段はね、今まではポストイットに書いて貼っといて、それを改めて、あの、ファーウェイメイトパッドペーパーにちゃんと書くってやってましたけど、うん、これでいけちゃうんですよ。うんうん、だからね、もう、 超絶便利でまあギャラクシーのーユーザーだったので最高だし本当に普段思いついたことをガンガンメモしていけるし語り動画のネタもメモできるんでサステナブルじゃんそう S23 ウルトラがあればもうペンがねだから iPadmini6 とかペン使ってあのタブレットとかにメモ書いてる人はこれだけで済むんでんえいいですマジでなので まあ、あとね、僕ね、PDA っていうね、パーソナルデータアシスタントっていうね、昔、こういうやつで、ペンで、グラフィティっていう文字でメモ書いたり、スケジュール管理したりする、要は、スマホのスマホの電話機能がない、メールもできない、それ専用のが流行った時期があるんですよ。それをね、ずっと使ってて、 グラフィティの文字使ってずっと書いてるんでまあ PDA にスマアップラとニュートンっていうのがあったんですけど、うん、PDA にスマホがくっついた感じでもう死ぬほど便利に使ってますという感じなのでまあなのでまとめていくと Mac を持ってなくて iPhone を使うのが嫌な人 Android がいい方には絶賛おすすめする Android スマホです。 でただリセールバリューが iPhone に比べると Android は買った瞬間にドンと落ちるんで、うん、まあ iPhone に比べたら全然リセールバリューが低いんで長く使うならいいいと思ま iPhone はねみやびみたいに11とか3年とか4年使っても。うん あの値段、高い値段で売れちゃうけど、アンドロイドはそんな使ったら、とてつもない低い値段になっちゃうんで。<ー>まあ一部エクスペリアとかね、ピクセルとかこういうギャラクシーは、リセールがアンドロイドでも高いのもあるんですけど、iPhone ほどじゃないんで、長く使うならいいと思います。なので僕は、当面 iPhone 14 Pro Max は、当然 YouTube 動画撮影メインで使います。もうほぼね、もう撮影で酷使してるから、 去年ね、出た時に買ったばっかなのに、もうバッテリーの、えっ、ー、と、状況がフルで97%まで落ちてるんで、100じゃないんで、そんで酷使してるので、まあ、週ね、2回最低、撮影で分回してやってるじゃない。バッテリーなくなるギリギリまで。うん、だからもうしょうがないんですけど。うん、で、こちらは、普段のメインスマホとして。 たぶんみやみやねこういうの使うとねあれ iPhone じゃなくてもいいんじゃねっていう感じになると思うんだよねアンドロイドってミー使ったことないじゃんなーいたださやれること一緒やんでもやっぱどうしてもずっと使ってるものをこだわっちゃう将、うん、分だからなだからまあね気分転換とかさ、うん、まあミーがねあのお金持つになってスマホ2台持つとかね、うん、できるようになったら ととかそしたらこっちがね100倍ズームね君もあんなことやそんなことできるかもしんない <laughs> あの遠くのあれが撮りたいっていう時撮れちゃうから <laughs> 月ぐらいかないやあの例えばライブ行ってさワニマー席後ろでさ、うん、ああ更新撮りたいっていう時とかさ遠くあんなあんなでかく更新撮れちゃうああ確かに短いいいでしょ50倍ズームもできるし30倍もできる、うん、その間もできるから。うんうん ちょっと席後ろの今撮っていいじゃないですか。うんうん、ライブ。うん、撮れます。うん。それでかいね。それでかいですよ。そういう正しい使い方を。うんうん。間違いない。フライデーやフラッシュみたいな使い方やめてください。はい、盗撮とか捕まりますからね。です一般人やったらね。 なぜ週刊誌は捕まらないのかっていうのは僕は永遠の謎なんですけどね。え、そうじゃん、えー、メディアと名が付けば盗撮はいいのかというですね、えー。そこがメディアの暴力と僕はずっとメディア側の人間として思ってます。間違いないね。はい。そこはメディアちのちゃんと倫理観持ってほしいですね。<う>一応弁護士って法務部っていうのもあって、法的にどうかっていうのをクリアして出版してるんで、それがあいつらの大義名分なんですけど。グレーゾーンだね。そうなんですね。人としてどうなんだってところも含めてね。クソ、うん、やな。 まあそんな感じで。で、僕は、とりあえず、シュピゲンの、えっ、ー、と、クリアの、この緑を活かしたかった。僕最初は必ずクリアケースにするんで、でシュピゲンさんのいいんで、別にシュピゲンから金もらってんですけど、こんな感じで運用してます。ただ、えっ、ー、と、もう多分、ポストにアマゾンさんから新しい保護フィルムが届いて、これね、マジで指紋聞かないんで、指紋聞くやつちゃんと選ん,だんで。指紋っこといや。 画面内指紋認証ってマジでね、ガラスフィルムとかフィルムによって聞いたり聞かなかったりするから。<ー>まあ、ちょっと、ダメだったんで、うんえー、新しいの張り替えますけど、こんな感じで運用してますので、うんうん、首から下げたいときは iPhone と同じあ。なんか最近入れるよね。入れて使うやつで首から下げちゃうんですけど、うんうん、これはまあちょっとわかんないですけど、まだね。落としたくないんだよね、僕はね。うんうん、あの、ヌフちゃんみたいに。うんうん、ま,またこの間終割ってましたからね。<laughs> また、うん マナアイフォンケースっていうかあの角っこだけのやつ <laughs> かっこいいけど割れるよね割れる割れる <laughs> なのでえギャラクシー S23 ウルトラうちなりのいつも通りのファーストインプでしたけどまあ一応プロカメラマンなんでこれで作例がたまってったりしたらまたえー、っとレビューを長期レビューみたいな感じでするかもしれないですけど今ねちょっとうちも 僕の病状が一向に良くならないんで、一、うん、日一本更新を何とか続けてる感じなんで、まあ、更新ってワニマじゃないですよ。<laughs> えねやってる感じ。まあ途切れてないだけ褒めていただいて。間違いないね。結局途切れますって動画出したけど、途切れてないんで。うん、でも、すごいんですよ。みやびさん分かってますけど。前は最低、一日の一回の撮影で8本撮ってたんですん多い時12本とか撮ってたうん、うん、今ね、 少ないとね、うん、3本とかしか取ってないのに、途切れてないってすごいですね。なんでだの僕が緻密に計算してるから。うん、多分、いつ調子悪くなってもいいように、あの、調子いい時にバーって取っといて、バーって言っても4、5本しか取ってないんですけど、うん、まあ1週間って7日しかないんで、うん、4本取っちゃえばあと3本ですむし、うんうん、5本取っちゃえばあと2本ですむ。調子いい時に取っといて、 で悪い時は減らすって。今日はね、多分ね、あと1本しか撮らない。多分3本しか撮ってないんで、うん、すぐ終わるんですけど、そうやってちゃんと休めるようにしてる。そうするとで、さらにですね、うん、あと、今週4しかレビューしてないんですよ。うんうん、3語りで。うんうん、前は毎日週7レビュー。確かに。ってことは準備がないんですよ、あんまり。うんうん 今日なんて一つしかレビューしてないんで、うん、まあこれも入れたら二つレビューしてるんですけど、うん、オーディオのレビューが一個しかないんで、うん、前の日に一個だけチェック作業すればいいんで。うん。時間がちょっとできる。前は4製品とか、やってるはず。10時間ぐらいだったよね <laughs>。うん。マジで10時間、1時間かかってチェックしてるのが、ほ、うんと、全然減っちゃうんで、うん、体的には楽な。うん。 それでね、暇になったから、つって、みやびちゃんにね、あの、LINE とかちょっかい出すとね、ダメ、いかにしろよ、孫なら、って言って、ね。やってないでしょぶち切れられる。やってないでしょ優しいもんね。そうだよ。久々にやりますか。仲良くー。いちゃつくなって、またコメントくんで。<laughs> <laughs> まあ、というわけで、ギャラクシー S、あ、で、こちらお値段が au ですとですね、256kg で197,650円です。なので、あの、iPhone を良すいに。iPhone と同じぐらいです。 頃なんでのちょい安だね。うん。iPhone Pro Max と同じぐらいです<の>ああです俺の。うん、かん。買ないですよ、だかただ、1テラになるともう25万とか、うんうん、20万超えてくるんで、うんえー、そこはお財布状態と欲しいストレージ容量で。うん、ただ、お店で買えるのは256だけなんで、大体、うんえー、いい19万7 6十円ですこれはキャリア版で値段乗っちゃってるんで、イオシスとかジャンパラで、 ランク A とか新品未開封だったらもっと下がります。もうちょい安く買える。うん、その辺は各々、おのおの。はい。まあ、キャリアで買うんだったらね、今ね、2年間使って、あのー、2年後返すってやつだと、半額ぐらいの、10万円ぐらいで買えちゃうんで、9万いくらとか。うん、それ使うのもありです。2>, うん、2年間使って、返して、新しくしてって、2年ごとにやってくる。iPhone じゃなかったら、リセールないんで、まあ、10万円ぐらいでこれを。 ね、手にして2年後返して、うん、また機種変してってやっていくのが一番いいかなとも思,思います。はいというわけで私はドライしん。す。か iPhone 以外にもどんどんギャラクシーとかってこんな進化してるんだなって思った基本私 iPhone しか見てない人だからなんか「あこんな違うんだ」とかっていう性能がちゃんと分かるからいいなって思ったよ。 こんな感じです今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。